どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルの新プロモーションがですね、昨日ね発表されましたね。こちらの動画ね、解説させていただいておりますけれども、非常にシンプルで一泊につきですね、ボーナスポイントは1000ポイント、またね宿泊実績は2倍になるということで、マリオットボンボンホテルのねステータス主義をね検討される方もね多いかなと思うんですけども、今回の動画ではですね、マリオットボンボンホテルのねステータス主義をねするのであればですね、今後のですねマリオットの状況なども全部考慮した上でねやっていただきたいなと思いまして、この動画をね作らせていただきました。というのも今後 1,2 年ですね、このマリオットポイントっていうのは結構変わりそうな気がしているんですよね。今はですね非常にお得なわけなんですけども、今後はですねちょっとね下がりそうな気もしておりますので、これからですねステータス仕様ねやっていくのであればですね、ここら辺ね全部知った上でね、ぜひやっていただきたいなと思いますので、マリオットボンボンねステータス仕様ね検討されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。まずね一番知っといていただきたいのはですね、マリオットボンボンのポイントですね。こちらでポイントを使ってね無料宿泊っていうのがマリオットボンボンホテルではねできるわけなんですけども、2022年1月現在ですね、こちらのですね、カテゴリー別の必要ポイント表っていう風になっておりまして、現在はシーズン制っていった形になっておりまして、カテゴリーとシーズンの中でしかですね変動しないんですよね。ですのでどんな繁忙期であって、どんな高級ホテル、カテゴリー8のね一番高級なホテルであっても、7万ポイントから10万ポイントでこのポイント宿泊のね枠があればですね、ポイント宿泊っていうのができるんですよね。でこのねカテゴリー別のシーズン制がですね、2022年の3月からですね変動制に変わるんですよね。簡単に言うとですね、その時々によって必要ポイントがね変わるっていった形になるんですよね。で今年2022年に関してはですね、この変動制っていうのはですね仮運用っていうのがね発表されておりまして、変動制の本格運用はですね2023年っていうふうになってるんですよね。で2022年の間はですね、今のねカテゴリーの枠の中だけで変動制がね導入されているっていう風になりますんで、カテゴリー8のねホテルの中であれば7万ポイントから10万ポイントの間で変動制になるっていった形になるんですよね。ですので7万ポイントかもしれませんし、7万2000ポイントかもしれませんし、9万8000ポイントかもしれないっていう感じで、この7万ポイントから10万ポイントの枠の中でね変動になるんですよね。こちらが2022年の間っていう風になりまして、2023年からですねこの変動制がね本格運用っていう風になりますんで、2023年からですね簡単に言うとヒルトンホテルポイントみたいな形になりまして、必要ポイントがですね本当に枠が空いてないところだと何十万ポイントとかね何百万ポイントみたいなね、そういった形になりまして、今はですね1ポイント1円以上でねマリオットボンボンホテルっていうのはポイントがね利用することがねできることが多いと思うんですけども、今後はですね1ポイントね 0.3 円とか 0.5 円とかね、ポイントの価値はですね今より間違いなく下がるんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですよね。でですねある程度ね2023年にはですねこのマリオットボンボンホテルポイントはね価値が下がるね予想がされておりまして、でまたね今現在ですねマリオットボンボンのねステータスって延長されておりますよね。私みたいにですねプラチナステータスね今保有されている方は私はね昨年防衛しましたけども、しなくてもですね2023年の1月末までねステータス利用することができるっていう風になりますんで、今年ねステータス仕様ね、するのもね別にいいと思うんですけども、今年ねしないで来年ねこのマリオットボンボンホテルポイントが、どんな感じになるかっていうのをですね見極めてから、ステータス仕様ねするのもいいのかなっていう風に思うんですよね。昨年もねいろいろプロモーションとかね2倍キャンペーンとか下駄履きとかもありましたけども、結局ね最終的にはステータスね延長されましたので、私みたいにですね YouTube とかブログとかねそういった発信をねやってる方であればですね毎年防衛するっていうのは全然いいと思うんですけども、一般的にね利用される方であればですね、2022年に関してはですね下駄履きもねないって言った形になりますんで、昨日もね言いましたけども、普
通にプラチナ防衛するだけでもですね、まあ2倍キャンペーンで22泊どっかにして、SPJ MX の更新特典で5泊もらって、またね、SPJ MX の更新特典の無料宿泊で1泊泊まって、まあ防衛っていった形になりますんで、まあ22泊ね、まあどっかにするっていうのもですね、1泊1万円かかるということは、まあ大体22万円ぐらい、まあ8000円とかね、7000円とかのホテルが、まああるにはありますので、まあもうちょっと下がるかなと思うんですけども、まあこのね、マリオットボンボンホテルのポイントはですね、今後どうなっていくかわからないっていう部分もね、ありますので、本当にね、よく検討してからですね、ステータス仕様ね、踏み込んでいただきたいなっていうふうに思うんですよね。ちょっとね、マリオットボンボンホテルポイントのね、ポイントの価値っていうのがですね、雲行き怪しいなっていうふうに思っておりますので、ちょっとね、1年後、様子見てからでもね、いいのかななんていうふうに私は思ってるんですよね。またね、先日トラベルパッケージっていうね、まあちょっと大量なポイントが必要なんですけども、5万マイルもしくは10万マイルプラス7泊のね、無料宿泊がセットになってるね、ポイント交換の方法があったんですけども、こちらね、規約に記載されただけでね、発表もなくね、こちら1月19日からね、使うことができなくなったんですよね。まあこういったね、まあ、サイレントまでいかないかもしれないですけども、まあ、発表はね、薄い感じで、使えなくなったっていうことを受けてですね、海外のね、ブロガーとかですね、結構ね、悲観的な感じで記載しておりまして、まあ、マリオットボンボンホテルポイントって今はね、6万ポイントをマイルに交換すると2万マイルになって、ボーナスが5000マイルつくんで、6万ポイントが2万5000マイルにね、交換することができますよね。で、このね、マイルの交換レートもですね、このトラベルパッケージがね、終了したことによってですね、こちらもね、解約があるんじゃないかみたいなね、まあそういった噂もですね、出ているっていう風になりますんで、こちらね、まだあくまでね、予想の段階ですけども、まあひとまずね、3月のポイント変動制になって、2023年の本格運用になった時に、まあ今みたいにですね、めちゃくちゃお得にはね、ポイント使えないと私は思ってるんですよね。まあ今がね、お得すぎたっていう部分もありますんで、個人的にはね、これがどうなっていくのを見てからですね、やるのもね、いいんじゃないかななんていうふうに思っておりまして、ステータス防衛して、やっぱりポイントをね、お得に使って、まあホテル宿泊されたい方ね、多いと思いますので、まあ実際にやってみてね、その後解約が来るってなると、結構ね、テンション下がるかなっていうふうに思いますので、まあもしね、やるのはやるでいいんですけども、ここら辺のね、情報も頭ね、入れといていただいて、やってね、いただきたいなっていうふうに思うんですよね。ということで今回ですね、マリオットボンボンホテル仕様ですね、もしやるのであれば、よくね、検討していただいて、やっていただきたいなと思いまして、この動画ね、作らせていただきました。やっぱりね、せっかくやってその後ね、解約とかが来ると結構テンション下がっちゃうかなっていうふうに思いますので、今のね、マリオットボンボンホテルのポイントね、状況的にはそんなに良くないなっていうふうに思いますので、まあ、この点もね、考慮して、ぜひね、やってみていただければなと思います。ということで、私はね、まだ2022年ね、ステータス防衛するかね、まだ決めておりませんけども、まあ、マリオットかヒルトン、まあ、どっちかね、やろうかなと思ってるんですけども、まあ、ちょっとね、まだ決めかねているっていうところですかね。まあ、キャンペーン、今回の2倍プロモーション、利用してもね、22泊、必要っていう風になりますんで、まあ、ヒルトンもね、21滞在とかでダイヤモンド防衛できるんで、まあ、本当にどっちかになるかなっていう感じですよね。まあ、お金はね、どうしてもかかっていきますし、ヒルトンの方がね、安いっちゃ安いんですよね。っていうのもあるんで、今後ね、よく検討してね、決めていきたいなと思います。ということで、今後ね、マリオットのね、話とかもね、出ましたら、速報動画ね、出させていただきたいなと思っておりますので、ぜひね、そちらもチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。